はい、お疲れ様でございます。朝のライブ放送の方ご覧いただきましてありがとうございます。そうなんですよ。なんていうのかな、朝のライブ放送のネタっていうのは困った人がいて、その発信が目についたらそれをネタにすることが多いんですよね。だからほとんどアドリブなんですよ。準備していくことってのはあまりなくって、まあ準備するにしてもちょっと取材したものをメモちょちょっとするぐらいとかね、そのぐらいで大体アドリブを中心に話すようにしております。で、今回はヘルパーとガードマンですよね。この仕事の先入観についてお話ししたんですけども、ただ私も先入観に従って話しているところは否めません。例えばテクノロジーが導入されている会社と、未だにテクノロジーの導入されてない会社ってのあるんですよね。だから私がテクノロジーを使ったらヘルパーはこんなに楽なんですよって言っても、テクノロジーを導入してない会社にお勤めの方はこいつ分かってねえなっていうふうに言う例もあると思うんですよ。で、私もそのヘルパーとかね、ガードマンの勤務の経験がありますけども、でもここ数年の経験ではないんですよ。だから過去の経験なんですよね。だから分かったふうに答えても、それはもう古いよって言われたらそうなのかもしれません。そもそもどんなにね、業界に精通していてもたった一部しか見ることができませんよね。例えば私がアルソックに20年勤めていても、警備業界のね、隅から隅まで知っているってわけではないんですよ。当然ですけども、名のないガードマンの会社とかね、プレハブ小屋でやってるようなところとかあるわけですから、それから警備員が1名しかいないっていう警備会社もあります。様々なんですよ。だから全てのことには当てはまらないけども、私の見てきたことから判断するとこうですよっていうふうな考え方になりますし、それをね、やっぱこう紐解いていくと、ガードマンが楽だった、ガードマンが大変でした、両方とも正解なんですよ。で、1万人の人がね、ガードマンは大変ですよって言っても、私の体験ではないんですよね。じゃあ私の体力と気力をもってすれば、1万人の人が大変だ大変だって言ってる仕事も、いや私は難なくこなすかもしれないんですよ。その逆もしかりですし、それからヘルパーにしてもガードマンにしても、慣れるまでは大変だとかね、体力つけるまでは大変だとか言いますけども、それはそうですよね。慣れるまでは大変だし、体力がつくまでは大変なんですよ。だから体力がつく前とか慣れる前に辞めた人は嫌な仕事だっていう印象だけ残るんですけども、やっぱりね、半年とか1年とか3年とか5年とか勤め上げると、ああ大変だと思ったけども結構いけるな俺っていう風に変わってくるんですよね。それが成長であり進化であり経験を積み重ねたっていうのかなと思いますしね。まあ本当に受け取り方は様々だと思います。その他またね、別の機会にお話しすることがあると思いますので、またねツイッターの方を拝見させていただきます。それからね、歯の方はね、本当大変ですよね。虫歯菌と歯周病菌っていうのが口の中にはあって、基本的にはどっちの菌が支配してるかなんですよ。だから虫歯菌が支配しだすと、歯槽膿漏とか歯肉炎にはならないけども、歯はボロボロになるんですよね。で、逆に歯はむちゃくちゃ綺麗なんだよっていう人は、虫歯菌はないけども、その代わり虫歯菌がいない分歯周病菌が反映するんで歯茎を痛めてしまうと。だからデンタルケアってのは絶対に必須なんですよ。家庭では口腔ケアってのが不可能ですから、今のところね。高額なテクノロジーとか器具を入れれば別ですけども、基本的には歯磨きと歯ブラシとデンタルフロスとマウスウォッシュしか私たちは手に入れることができませんから、これはね、3ヶ月とか半年に1回歯医者に行くしかないってことになります。歯の健康診断ですよね。だからこれを怠ると治療費がドカンとかかってくるってことになりますけども、そもそもデンタルケアを3ヶ月とか半年とか1年に1回行くと、それこそそのたんびに数千円とか数万円とかかかりますから、例えば今回ね、200万円ぐらいの治療費になるって言ってますけども、定期的にデンタルケア行っても結局はね、20年とか30年行くと2、300万にはなるんで、つっぺっていうか同じなんですよね。まあそんなことをね、考えながらちょっと動画の方、またね、させていただこうかと思います。はい、これからもよろしくお願いします。